ワリエワがロシアで最も人気のあるアスリートに選出、ドーピング疑惑どこ吹く風。フィギュアスケート女子で北京五輪代表のカミラ・ワリエワ16がロシア国営世論調査会社による大規模調査で最も人気のあるアスリートに選出された。同国国営の全ロシア世論調査センター、ウサイオムは今年度のアスリートに関する調査を実施。ワリエワが投票数全体の 7% を獲得して1位に輝いた。2位は五輪で3度優勝したクロスカントリーのアレクサンドル・ボルシュノフ。3位が米プロホッケーリーグ NHL のスターであるアレクサンドル・オベチキンが3位となった。その後にフィギュアスケートの北京五輪ロシア代表でワリエワの同僚だったアンナ・シェルバコワやアレクサンドラ・トルソワが続いた。同国の国営通信社、タス通信は、この結果を受けて、ロシア人は、フィギュアスケート選手を支持する傾向がある、と指摘。過去の同じ調査では、フィギュアスケート界で、皇帝と称されるレジェンドのエフゲニー・プルシェンコ氏が4度にわたって1位を獲得。ロシアでのフィギュアスケート選手が絶大な人気を得ている状況が浮き彫りになっている。一方で、A メディア、インサイド・ザ・ゲームズは、北京冬季五輪の前にドーピング陽性反応を示した後、現在4年間の出場停止に直面しているが、ロシアで最も人気のあるアスリートに選ばれた、と皮肉たっぷりに報道。ロシアではドーピング問題がアスリートのイメージに影響することはないのか、興味深い結果になったと言えそうだ。東スポウェブ。確かにワリエワの演技は神がかっている。誰も彼女には敵はないレベル。まあ、ドーピングなしでどこまでやれるのか見てみたい。モスクワの女子フィギュアチームは全員が小さい頃からドーピングで鍛えられているくらいのモラルなので、ロシア選手でドーピングなしは考えられない話ではある。ロシアで人気とかどうでもいい。どうせ戦争賛成派のプルシェンコも人気なんでしょ？個人的に向こう10年ロシアには国際大会に参加しないでほしい。なんか嘘くさいっつか、指示でもあったのかなって感じ。だいたい最近の案件はシェルが1位でしょ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。